はい、よろしくお願いします。お落合です。えっと、なんかメディアで俺のことを見てると全くよくわからんと思うと思うんですけども、えっと普段は研究者をしてるか、アーティストをしてるか、会社経営をしてます。で、えっとそうだな。まあ主に何やってるかっていうのを60分かけて頑張って喋っていこうと思います。で、最近本も結構出してるので、なんか興味があったら本買ってください。超悪人面ですよね。これ、経済界のうん、すげえ悪そうな顔してるんですけど。 これ取材の時に、取材のなんかライターの人が何言ってるかよく分からなかったんで、僕も何言ってるかよく分からない感じにしゃべりました、懐かしい話ですで。 えっと、主にやってることは3つで、えっと、自分で何かリサーチをするってことですでリサーチをするって何かっていうと新しい問題を発見したりとか新しいシステムを作ったりしてそれが世の中にどうやって出てくるかっていうことを考えるとかもしくは評価をするみたいなことを大学でやってますで、えっと、デジタルネイチャー研,っていう研究室をやってて、まあ、大体今40人ぐらいかな学生さんと、えっと、研究員とスタッフの人入れていますで、えっと、それ以外だと JST のクレストっていう、えっと、研究事業の研究代表をやっててそこでクロス ダイバーシティというプロジェクトをやってますそれは主に身体の多様性とかあと何だろうな「あ俗に言う身体障害」って言われてるような視聴覚に対するアプローチをどうやってコンピューターを使って変えていくかってことをやってます。 それ以外だと,、えー、と社会に向かって実際にものを作って、えー、と売るとかですね、えー、と作るのに、えー、自分の p i x i d ス s という会社をやってまして、えー、とそこはまあ主に研究開発したもの,の実用化ですね大体、えー、と他の企業さんと一緒にそれを、えー、市場に出していくようなことをやってますで、うん、そっちはネーから、えー、とスポンサードっていうか、えー、と研究事業予算とかをもらっていたりしますで、まあ、それを社会に出していくときに、まあ、例えば、えー、と世界経済フォーラムとかあと,、えー、と ADK さんとか電通さんとかソニーさんとか さささんんんんとととかかクロープ,プロダい、まあ、いろなな会社さんと一緒にを作っているような立場ですでアーティストとしては大体どのラウンドでも研究リサーチの段階とかプロトタイプの段階とかあと俺が作りたくなった段階で作品を作ってることが多くてで筑波大学以外だとデジタルハリウッド大学と大阪芸術大学で客員教授をやってますでまあそんな感じですアリティの自己紹介ですで主に何がやりたいかっていうと、まあ、僕のミッションはどうやって、えー、っとエコシステムとあとアートとテクノロジーが作るサイクルを えーとローカルとグローバルの社会に出していくかってことを考えてます。まあ、こうざっくり説明するとですねあのなんかこういう業界の人は一発で分かるんだけど多分1年生だと何言ってるか全く分からんって感じだと思うんだけど、まあ、なんかね世の中に物を出すのには経済母体も必要だしあと文化的価値も必要だしもちろんリサーチやシーズンも必要だしあと例えばアカデミックな考え方っていうのもまあ重要なわけです。でそれをうまく、えー、とサイクルさせながらですね新しいものを作っていくってことを考えています。 で、主に僕が今興味があることはうちの研究室の名前でもあるんですけどデジタルネイチャーデジタルネイチャー研究室って言って我々はあのデジタルがどうやったら自然化するかってことをずっと考えていますで、自然っていうと皆さん人工物の対象物として自然を考えると思うんですけど人工物の対象物としての自然を被覆するような、えー、デジタルの自然っていうのを何だろうって考えてみるってことを考えていますで 前工場ととして説明するとでするでね、まあ、僕もともと学部の時はずっとメディアアートやってたんですけどメディア創生出身なんで、えー、と僕ね卒業した2011年だから今2018年なんで、えー、と7年前に大学を卒業しましたで、えー、とその頃からずっと興味あるのはどうやったら人間っていうのは絵を描くっていう行為 いやえー、と映像を作るという二次元の行為から解放されるかが非常に興味がありますとで、まあ、昔から人類というのは例えば洞窟に絵を描いたりとかですね例えば映画館で絵を見たりとかですねあのつまり二次元のキャンパスあるフレームで切り取ったメディアというものの上で何を作るかということをずっと考えてきたわけですでそうじゃないアプローチというのをどうやって作るかというのは一つ大きな課題であると思いますと例えば、えー、昔からそうですね回転のぞき絵とかキネトスコープとか ではたまた皆さんが持っているスマートフォンみたいにいろんなメディア装置っていうのは開発されてきたと思います、まあ、メディア装置って言った時例えば新聞とか、えー、テレビとかもしくはそうです、ね、パソコンとかタブレットとかプロジェクターとかいろんなものを思いつくと思いますけどそういうのって大体僕はフレームに収まってると思うんですよねつまりあるフレーム二次元のフレーム写真の枠もしくはスマートフォンの外側そういう枠にとらわれてるじゃないですかデバイスってだって映像コンテンツがその外側に出てくることはめったにないですよね あと皆さんの生活そのものの中にメディア装置がボンと出てくることもまあ滅多にないとか,かといって例えばスマートスピーカーとかだったら、えーっとそうですね、生活している中にピョンと入ってくるかもしれないとどうやったら3次元化できるかってことが1つ課題ですと。 でそんな課題を僕が持ったのは大学の博士か修,修士かな修士の2年ぐらいの頃からずっと,、えーとまあ、1年からか1年の頃からずっとホログラムの研究してるんですけど、ね、何やってるかっていうとあの対象の波これ超音波の波をあそこでメッシュの構造になるようにコンピューターシミュレーションしてそこにドライアイスを当てると超音波って目に見えるんですけどあそこでメッシュを作るよっていうのを、えー、コンピューターシミュレーションで解いたやつを作るんですよ。こうやって そうするとメッシュができた音のメッシュができるわけですねで音のメッシュが1回できてしまえば、まあ、そうすると音のメッシュの上に物を浮かせたりとかそこに触覚出したりとか映像出したりとかできるじゃないですか、ね、空間に構造があればで空間に構造を作るための分布っていうのをどうやって計算して物を作るかっていうことをずっと研究してて博士を取りました懐かしい話ですで そういう時のテーゼが、あの僕の会社、なんでピクシーダストって会社かというと、今の世の中っていうのはピクセルでものできてるじゃないですよね 2D o r 2ポイント d 2.5次元、つまり2次元の平面かちょっというませた2次元、プロジェクションマッピングとかってちょっと凹凸のある2次元だと思うんだけど、っていうものから、どうやったら3次元的に分離した状態を作るかっていうのが、1つ技術ミッションですと。 だって我々はここに光の球を作れないから映像を作るとしたら俺に投影するか皆さんの網膜に投影するかって二択しかなかったんだけどそれを次元化するにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えましょうと。 つまりデータそれ自体には質量がないはずなのに質量のあるハードウェアに支配されているのは何かおかしいとじゃあこれに対してどうやってコンピューターシミュレーションとハードウェアを使っていくのかということをずっと考えるということをしていますと、まあ、そうやって言えばまあなるほどと思うわけですよここでなるほどと思えないと今日の講義はですね永遠にこんな話をしているのでわかんないかもしれないけど10回ぐらい言うから多分大丈夫でまあ今世の中にある例えばディスプレイとかスマートフォンみたいなものって えと皆さんの目と耳の解像度によってるって言ってる分かります耳と目の解像度って言って分かる人おお皆さん手上がってますねでも9割は分からないらしいよし、えー、と例えば目は、えー、とスマホの画面見たらこれって2点を二点を分別できるって言っても分かんなそうだなどのくらい小っちゃい細かい映像まで目で見て分かるかっていうのが例えば解像度だとすると僕らの持ってるスマートフォンって例えば ハイビジョンとか 4K ぐらいだったらきっと目で見てもさ細かいドットの見分けつかないじゃないそれって目の細かさによってるじゃんでここから出てくる音って耳で聞こえる音が出てくるけど本当は世の中に音はいっぱいあって超音波だとか超低周波だとか音はあるわけですよだけど人間の耳に聞こえるオーダーの中に収まってるから、まあ、そこを過不足なく出すのがスマホだとするとで我々の使ってる例えば画面デバイスっていうのは人間の目と耳に寄っている依存してると言えますよね でそれをどうやったら人間の目と耳以上の、えー、と強度より強い光だとかより強い音だとかあとより高い解像度例えば超音波域だとかもっと細かいものだとかもっとゆっくりなものとかねあとそれを2次元の平面に出すんじゃなくて3次元の空間情報としてどうやって定義するかっていうのがすごくチャレンジングだなと思ったのが、まあ、今から7年ぐらい前かな7年ぐらい前にそんなことを思いましたとでそうするとまあ何ができるかというとなこれは何ができるかというと いつだっけな、えー、っと2015年に発表した研究なんですけど、着任してすぐかな。で、あのこの時に僕何やってたかっていうと,です、ねえーっと、ちょっと待ってね、この時にあにフェムトビオレーザーっていうレーザーを使ってあの空間に直接絵を描くっていう研究してて、例えばあそこに貝割れ大根があるんですけど、あ,のあれの周りにじゃあ直接空間に光の粒が描けるといいよねっていう話を始めて、だって光の点ってさ、 空間に直接かけないいじゃななななかなか、まあ、なぜかというと空気が透明体だからなんですけどで空気のある場所に何も物がないのに空気自体を光らせることでなんか映像作れないかなってことにすごく興味があってでそれを博士の頃はずっと博士と着任してからずっとやってましたそれで触覚も出せたら面白いよねって言ってなんか粒触った時に触った感じがするようなデバイスっていうのをなんか作れないかなというふうに思ってですねこんなことをやっててで、まあ、そこから4年ぐらいの僕の。 興味はですね物質的に表現されるものと映像的に表現されるもののギャップっていうのはどうやって解消されるんだろうとかできるんだろうってことに非常に興味があってそんなことをやってます。なんで、例えばこれを見に来たアナウンサーがです、ね、うわ、なんか浮いてるとか言うんですよ。でもなんか浮いてるっていう形容詞はですねなんか物質が浮遊しているときに使う言葉であって空中に表示される映像に浮いてるっていうのは非常に面白いあと思うんですね。そんなことをまあやっておりますと。普通な話ですで で何を目指しているかというと、なんか僕はイルカって生き物がかなり好きで、なんで好きかというとですね、イルカは3次元情報をまあ、あの音波で空間から。 測定して、まあ、エコロケーションと言われるんですけどで空間を測定したやつを他人に送信することができるらしいイルカ研究者もまだらしいぐらいしか分かってないんだけど多分できてるだからあの目で見えてない相手と完全に同調行動を取ったりできるんだけど人類ってまだそんなことできないですよね例えば何か他人に情報を伝えようと思ったら絵を描くとか言葉で説明するとかあともしくは映像で撮ってそれを相手のゴーグルに送信するぐらいしかできないんだけどそういうようなものじゃなくてどうやったら情報空間っていうのを空間に直接出せるかっていうのは非常に味が興味があるとで でイ,ルカイルクラの白黒写真撮るの僕趣味なんですけどすごくなんかイルカって波っぽい生き物だなと思うわけですよでもイルカにとっては水の中に入ってると他人とコミュニケーション取れるわけですけど僕らはやがて電波とさ、えー、と電信系とあと 5G のネットワークとかを使ってコミュニケーションを取るようになると思うんだけどそういうような,な波の形もしくは波のホログラムの形って、ね、非常に興味があるとでイルカがなんでそんなことができるかというとイルカって分解するとあ違う解剖するとねあのオレンジ色の脂肪細胞みたいなのがついてて あの脂肪細胞はですねレンズの役割をしてるんですよあの後ろから出てくる音を集めたりとかビームにしたりすることができてそれによって他人と情報コミュニケーションをすることができるのねわかる頭にビームランチャーみたいなのがついてるってことなんですよそれでフォーカスしたりとか反響音取ったりして空間を認識してるんだけどでそれと同じようにえともし例えば超音波の音響ビームを作るとしたらどうするかって言ったら僕らは骨には持ってないからじゃあ電気的に たくさんのスピーカーを制御してあの力学的なビームになるような分布ってコンピューターシミュレーションで解けそうじゃないまあ解くんだけど、まあ、解くとあんな風に力出たりとかさ音波作ったりとかできるのよでそういうようなものをまあ開発していくとじゃあイルカが持ってるようなコミュニケーション性って作れるかって言ったらまあおそらく作れるとでアプローチは2通りあって一通りはまず、えっと、電子電気制御的に計算するってことです つまりこれは例えばスピーカーを並べるだとかあと例えば液晶に対してレザー当ててみるとかそういうのは電気的にオンオフ可能なマテリアルもしくは電気的に制御可能なマテリアルを使って対象の破面を制御するウェーブフロントを制御するっていうのをしますとこれは非常に僕の中では筋がいいと思うんだけどでもこれには弱点があってあのスピーカーの個数があ,あれ全部スピーカーの,あの小さいやつであのスピーカーの個数によって解像度が決まってくるから 解像度を突破するには、まあ、いっぱい並べる必要があったりとかスピーカーのサイズも制約になってくるとでもう1点方法があるとするならじゃあメタマテリアルを作ったらどうだろうと例えばイルカの脂肪細胞と同じように音波を中に突っ込んだらレンズみたいに音が集まってくるやつとか光を入れたら光が集まってくるような構造体を 3D プリンターとか、えー、と印刷して作ったらどうなるんだろうかっていうのは非常に興味があるとでこの2つあたりが、まあ、指針としては面白いなと。 えとくば着任してからずっと思っていてでその間をどうやって機械学習や、えー、とコンピューターによる自動設計で変換できるかというとは非常に興味がありますとだからい生物が体得的に持っている、えー、とビームを出力可能な構造とじゃ例えばハゲンが出力されてくるような構造の間の変換活動っていうのはどうやってコンピューターで設計できるのかっていうのは非常に興味がありますで、まあ、じゃあちょっとと考えてみようと で対象の分布があったときにその分布を、えー、と数式的に考えると風利変換2次元の分離変換で作れたり3次元の破、えー、面を設計したりとかすることになるんだけど、まあ、この場合簡単に2次元の分離変換で考えようとであの分布を作るのに、えー、とああいうような、まあ、砂嵐みたいに見えるんですけどあそこに例えばレザー当てたりとかあれと同じパターンを超音波で時間差を出して出力したりするとあの形になりますとでここのアルゴリズムには非常に僕は興味があって で例えば、ですよじゃあこれをニューラルネットワークに溶かしてみましょうとディープラーニング使ったらどうなんのちょっと昔やってみたことがあってこれ、うちの村松君んって学生さんがやってたんですけどすごく興味があるのは、えー、と例えば、ね、えっ、ー、これ、ポイントは使えるのか、えー、見えない、まあいいや、えーと、例えばここのあそこの分布からこれを出力するようにオートエンコーダー組むと。 まあ普通によくディープラーニングみんな家でやるよねやるときによくやらないの、ね、やらない、ねまあ病ですからやってくださいで、えー、と普通に出力して俗に言う普通のオートエンコーダーでやるとなんかボケるのよこれ面白いなと思っててあのレンズでフォーカス合ってないような像ができるのねでギャンって言って敵対的生成ネットワークっていうので生成してみると出てこないのよあこれも面白いなと思って逆に言うとシングルレイヤー単層式のニューラルネットワークで解くとで出るのよ普通に。 目的のあの形がで,で、うーん、なんでだろうって考えると、でも、単層式のニューラルネットワークって、数式で表すとあれと一緒なんだよね。だから、まあ、そりゃそうだろうと、ディープで重ねれば重ねれるほどボケるし、えー、といや、正確じゃないな、えーと、ディープで重ねて、間で低次元のところを経由するとボケるし、そうじゃなければそのまま出力されるし、きまつまり、波源を計算するために、あの数式で我々が解いてる方法と、神経系で解いてる方法っていうのは、基本的には一緒なんですよね。 つまり波をどうやって入力して波を出力するかっていう知能として人間はやっぱりいると俺は結構思ってて耳で聞いた言葉を口で真似して出すとかさ目で見た波動を口で出すとかさ逆に言うと耳で聞いたものを絵で表現するとかよく共感覚って言われるような対象の波の性質をどうやって変換するかっていうことはまあ我々の多分知能とかとすごく近しい領域にあるんだなと思っているんですでそういうのを例えばじゃ逆に応用して ディープラーニングのネットワークって大きくなっちゃうんだけどサイズ数が大きくなる問題で。 それに対してどうやって計算機リソースとか計算機資源を配分するかというのは一つ大きな課題でさで。それをネットワークサイズをじゃあ,あっと4分の1にしよう、25分の1にしようとか言って数を減らすのに、じゃあホログラフィーのことを考えてさっきみたいな分野、波の広がりを考える分野ってホログラフィーって言われるんだけどホログラフィーの考え方でネットワークサイズをちっちゃくしようみたいな研究をしたりとかすることをバーッとやっているような人間でございますと。なんでうちの研究室って面白いところは普通はアルゴリズムやってるところはアルゴリズムしかやらないんだけど 僕は波が好きなのでアルゴリズムと,あとソフトウェアとハードウェアと,、えー、とアプリケーションアートをやったりデザインをやったりってところから数理的なところまでを、まあ、人数がいっぱいいるのでガーッと全部やってるんですよね。そうするとと非常に面白いところは あの僕らは何かの目的っていうよりはか波とか計算機が持っているそれが自然化する過程をどうやって工学的に実装するかっていうことに非常に興味があるからその間の関係性を考えていこうということを、まあ、広く広く浅くないんだよな、広く深くやってますすそこはすごく楽しいと思ってます。っていうような自己紹介なんですがじゃあ今日のお題ですね、えー、っと,今日のお題として、まあ、僕、今、国プロをやってて。 で国プロ、まあ、皆さん、1年生なんで、きっとこれからな何十年か、きっと日本で暮らしたりとか、海外で暮らしたりすると思うんですけど、我々が持ってる課題って何なんだろうってことと、えー、課題に対して僕はホログラフィックにアプローチかけて解いてるんだけど、それについてどうなんだろうっていうのと、あとブロックチェーンとか量子コンピューターってそこでどう関わっていくんだろうみたいな話をしようと思います。なんかたまたまこのスライドは、先週、先週ね、セルンっていう欧州加速機構で喋ってたんですけど、それのスライドがあったんで、そのままですけど、あれ、英語大丈夫だよね、だって入試英語あるよね、筑波大って。 まな,ないあるよね。オッケーじゃあ大丈夫。でまあ何何してるかっていうと、僕らってアプローチとしては。 えとホログラムを解いてホログラムを解いたものを例えばデジタルファブリケーションとかロボティクスにどうやって応用するかということを考えていますで、えー、とそれをあのユーザーからの入り口になるのが例えばブロックチェーンとかになるつまりユーザーが問題を持ってる時にどうやってセキュアなシステムセキュリティ可能なシステムを使って構築するかってこととあとそれをどうやって計算機リソースを使って支えていくかっていう、まあ、二軸があると。 つまり、っ、えー、と一軸としてどうしてセキュアなシステムを作らないといけないのかというともう一つとして、えー、とどうやって計算機リソースを使っていくかってことこは非常に大きな課題でございますわれわれの抱えている社会課題というのは非常に難題ですとだって例えばさあの今だっけ、2018年か8年じゃんで人口どんどん減っているわけですよで最も低い下落幅をも、えー、満たせば人口というのは2110年に4200万人ぐらいになるんですよね。 で東京の人口で2035年ぐらいまで伸びるって言われてるんですけど、実はで南関東にほとんど人が集まって、残りの農村には人がほとんどいなくなってしまうようなやばい状況になるとで、もし人口、バースレートが回復しても、えー、と今からあ違う2013年の値から3000万人分ぐらい減るんですよね、25%いなくなるということは、ここ後ろの3列ぐらい人いなくなっちゃうのと同じような問題ですと、これは恐ろしく、えー、と社会に対して問題があります。で 僕が小学校の時に習った教科書にはですね2010年以降は我々は高齢化で大変なことになるので皆さん頑張ってくださいって書いてあって解決策は書いてないんですよねこれは非常に問題,です問題だと思うよねみんな小学校の時高齢化問題についてどうやって解決しろって言われ,た言われました問題です困難ですって書いてあるだけで多分解決策は書いてなかったと思いますで僕が前になんか ちょっと考えてたのは、じゃあこれ、国プロでお金取ろうと思ったときに、じゃあどう,何どうやって解決したらいいんだろうなと思ったときに、まあ少なくとも今支えている老人さんたちは、えー、と AI とロボティクスで支えるしかないでしょうと、人が減っていくからね。で、そこまでがまあ予想はできるんだけど、その逆に、それ以上先に持ってくるには、どうやったらおばあちゃんはサイボーグになれるかマジで考えた方がいいと。で、これは,これは結構マジな話で2択しかないんですよ。1択は 1>, えと1個の選択肢は、えー、と人が減っても大丈夫なようにテクノロジーかインフラを整えるもう1個の選択肢は移民を大量に入れて、えー、と人口を減らないようにする多分2択しかないであのその2択を、えー、とグラデーションでやっていく必要があるから絶対こういうのも必要なんですね。 だって全部移民で解決しようと思ったら、もうとりあえずなんか我々の国には誰でも入国できます、ウェルカムとか言っていかないといけないけど、でもわざわざ海越えてくる人ってどのくらいいるんでしょうねと、だから確かにコンビニで見てれば、中国の方働いてるし、韓国の方も、韓国の方はあんまり働いてないか、まあ、中国の方働いてること多いし、かつ、えー、と留学生にもあのいろんな方、アジアから来ていらっしゃってるんですけど、日本の国籍取るのって結構めんどくさくてさ。 あ日本に永住権との結構め面倒くさいように今なってるんだけどそこを門戸開放して人をばーって入れるのかそれともテクノロジーで問題解決していくのかっていうのはなかなか重要なかつナイーブな課題なわけです。でそれをどうやっっってて考えるかって言ったら あそこで支えている問題って何かというと、一、まあ、つは、ね、あの目と耳と鼻と口と腕と,、えーとまあ、筋肉の問題ですとで。これ解決していくためには、おそらく今、VR とか AR とかエンターテインメントみたいに思われてるけど、我々の視聴覚に関する本質的な問題は我々の身体とは切り離せないはずです。例えば、そう,ですね、うちの研究室、これ前、引っ越す前ですけど、ちょうど後藤先生の研究室の前ぐらいにあったんですけど、その時に金魚買飼ってて、あの金魚、まあ、俺がデブ勢だったんで、全部金魚死んじゃったんですけど、金魚 と空中に浮いてるあの金魚って何か区別つくのかなーってぼんやり考えてることがありましたと、まあ、確かにポリゴン数は空中の金魚の方が少ないけどあの水中の金魚のポリゴン数はお多いじゃないですかねポリゴンでできないっていうか細胞でできてるけどさでもあ,のあんまりかわ俺にとっては区別つかないなと思って金魚撫でることないじゃん金魚かわいい取り出して触ってるうちに死んじゃったみたいな人いないでしょみんなね 俺もそうじゃないからねなんか俺にとってあの金魚は多分視覚的な意味しかほとんどねえなと思っててそうすると VR の金魚に多分こいつは過半生で勝てないと思うわけですつまりバーチャルと AI とヒューマンとフィジカルなものがあった時のクロストークの部分にはまだまだ全然改変の余地があるわけですよでなんでその後ずっと興味あったのは例えば 我々っていろんなところにディスプレイがあって例えばタブレットとかスマートフォンとかいっぱいやってるけどま目の問題っていうのは1つ大きい問題ですとじゃあ網膜投影のディスプレイ作るにはどうしたらいいか考えましょうと網膜投影のディスプレイがあるとまあカフェでドヤ顔でキーボードをけるというアプリケーションはもちろんあるものの例えばあのどこの網膜部が欠損してるのかとか視力調節によらない投影方法はあるのかとか 今つまり金眼の眼鏡をなくても映像がパッキリ見えるようになったらその方がいいじゃないですかでそういったような投影方式考えるみたいなのは研究してたりとか論文出してたりとかしてます主に僕が網膜投影でやっこだわってる形式は目のレンズと目の交際をどうやって無視した映像投影をするかっていうのをやってるんだけどそうすると目のほら近視とか乱視とかによらずさものが見えるんだよね でそれはねすすごく研究してますではたまた国、まあえー、プロなんて複数の研究者でやっててでうちのチームにいる菅野さんって人がやってるのはアイトラッキングで僕目に出力するとか情報を出すのは得意なんだけどトラッキングするの苦手なんでそこはコラボしたら面白いだろうなと目とかさ見てるところとかさあの聞いてることとかを完全にトラッキングしながら出力したら面白いよねっていうのとあと富士通のデザイナーで本田さんって人がいるんですけど本田さんは耳で。 えと耳が聞こえない方々にどうやったら振動で情報デバイスをつ,つけて伝えるかということをやってててこれ、面白いなと思って実際、一緒にやろうと思ってこういうプロジェクト始めたりとかですねあと,、えー、と、遠藤さんというソニー CSL の遠藤健さんという人がいるんですけどその人はあのアスリートの,あの足をどうやって作るかというのをずっとやってて。 あれって例えば 3D プリンターでどう作るのかとか自動制御で足どうやって動かすのとかみんなでコラボレーションしたら絶対面白い結果が出るなと思って、まあ、こんなチームでやってるわけですでうちのチームだと例えばじゃあ車椅子とかあとパーソナルビークルを使って、えー、と新しく制御していくにはどうしたらいいんだろうっていうのをやったりとかしてるんでそこを合わせると面白そうだなと思っていたのでこんなことをやってるとでなんでこんなことをしてるかというとですね もともと、まあ、俺専門はホログラムでさっきみたいに、えー、っとどうやって対象の音とか光とか形を設計するかっていうのが専門なんだけど人間ってさヒューマンインテージンスって書いてあるけど五感で感じ取って筋肉で出力して脳で考えて言葉を喋るかメディア装置を使って他人とコミュニケーションを取るじゃんでその裏返しで例えば人工知能とかロボットみたいなものはセンサーは多様にあってアクチュエーターとかディスプレイっていうのは多様にあって CPU とか GPU を使って問題を解いてで電信系を使って通信するわけですよでその間 の関係性ってじゃあこれどう？クロストークにするの？って面白いじゃない？例えば人間の頭脳みそは使ってるけど、五感はセンサーなものってで作るのとか。 人間の筋肉は使わないけどじゃあそれをロボティクスでどうにかしようとかさ、ここをミックスさせていくっていうのは非常に面白い作業だなと思っているわけです。じゃあ、それってどうやって定量化するのというと、じゃあ人間がいたときにそれに向かって情報を提示するための出力装置と入力装置っていうのをこう混ぜて使っていくし、じゃあ例えばそれに対して使える電波とか物理場って何があるのというと、空気圧とか音圧とか、えー、と光とか電波とか、まあ、いろんなパラメータが使えるわけです。でそうすると まあそれを使って人間に向かってた例えば対象物を動かしたりとかあとコミュニケーションを取ったりっていうのはまた多様な方法があってそういうのを考えようみたいなことをずっとやってる、えー、人です。で今日1個覚えて帰ってほしいなっというのはホログラフィーなんだけど。 みんなホログラフィーって言った時になんか空中映像のことだと思ってる人がいっぱいいると思いますと。あれは偽物のホ,ロのホログラムです。私、昔、ホログラム警察というのを勝手にやっていて、ですねツイッターで偽物のホログラムの言葉を見つけたら、おい、これはホログラムじゃねえってずっと言ってたんですけど、えー、とホログラムってどういう意味かっていうと、対象例えばプロジェクターあるじゃないですか。プロジェクターって昔からわかる、なんか影じゃんほら影出てくるじゃんでなんだけど、ホログラフィーって対象のえと場所で、 対象の波面がどういうういい形ををしててるるかっていうことを計算すす学問ででなんで例えばさ、世の中にビームスピーカーというスピーカーがありますと、あのビームの直線上にいる人が音が聞こえると、こういうのを向性スピーカーって言って1995年ぐらいに MIT で研究されてたやつなんだけどさ、まあ、20年ぐらいすると、まあ、世の中にあって、で、我々が何をしたいかっていうと、じゃあそうじゃなくて、ビーム中じゃなくて、あの空間の一点だけで音が聞こえるようにするにはどうしたらいいか考えたいと。で まあ世の中にオーディオデバイスはいっぱいあるけどあの空間にビーム打ち分けられるデバイスってなかなかないのでじゃあないなら作りましょうとでホログラフィックに波面制御して対象の穴い点だけで音がするようなスピーカーってのを作ったりとかですねこんなことをよくやってます。 まあそんな難しい話じゃない、ホログラフィーが解ければ解けるはずだし、えー、と最適化できれば最適化できるはず、言われてみれば当たり前のことなんだけど、うん、誰もやらないから代わりにやってるわけですよ、まあ、そういうような仕事をよくしています。でそうすると、えー、と右から聞こえる、左から聞こえるとか音源点をずらして出せるし、例えば中国語と日本語とか、ですね、えー、とめっちゃちっちゃい音量とめっちゃ大きい音量とかを打ち分けると、ですねあのおばあちゃんが耳が聞こえなくても、ものすごい音量で耳元で聞こえるから聞こえるみたいなことができたりとすると。 で、なんでそんなことができるかっていうと、まあ、僕、数式見たときにあパッとあこれはいけるとか思うのが得意なんですけど例えばあの音圧が出てきたときにあ,あそこが地乗の項でこっち1乗の項だから地乗で振ってくるということは何らかのスレッショルドポイントがあってあそこのエリアだけ聞こえる音圧設定できるよね、ホログラムでとか思う,思うじゃないですか。ね、だって小学,小学生じゃねえよ大学生のときさなんか2次関数と1次関数がこうなんか違う、高校生か。 クロスするるさ内側と下側とと下かやるじゃんなんか微分する前とかにヒュッてって線引いて2点交わるからなんか三角形の面積出せとかなんかアホな問題いっぱいあるんだけどそのじゃあ下側のエリアにあの聴覚的に入ってるところならホログラム使えば作れそうじゃないああやって2乗のコード1乗の項があったらさ。 でそういうようなものをさ解いたりすると、まあ、確かに音圧分布は昔から作れてるからじゃあそこに、えー、と作れるように変調した音を出してやればああまあできたということが、まあ、よくあったりするわけですよ。こういうのをよくやってます。でそうすると例えばさ会議机でさこことここで違う音がするからとかここの人だけ音圧上げるから補聴器なくても聞こえるみたいなのが作れるかもしれないじゃん。で、そういうのを、ね、やったりとかしてますと。で、ホログラフィーと,、えー、とさっき言ってた、えー、とプロジェクターのまあ一番大きな違いはですねプロジェクターを 使うと例えば対象の焦点に映像を出すってことは、まあ、できるのみんな習ったことあるん、ね、だってプロジェクターのフォーカス変えたりとかさカメラのフォーカス変えたりすることよくあるでしょおうちでであそこに焦点がこうあるじゃんでだけど例えばさ、えー、とあの手前に手前にっていうかさこれもう一回かけるとさ多分あのずーっと同じ映画出てるじゃんあのビームの中でまあそれは影なんだからそうやろって思うかもしれないんだけどでもホログラフィーって対象の,あの場所の 波面分布を作れるからじゃあ例えばティンカーベルとあれシーグラフって学会のロゴなんだけどこう複数枚を同一のビームの中で作れるかってちょっと考えてみようとであそこに2枚スクリーンがあってこっちからレーザーをバコンと当てるとそうすると手前と奥に違う映像が出るかって言ったら、まあ、出るんですよあっちには、まあ、あの解像度があるからノイズはあるんだけどあの奥にはティンカーベル手前にはシーグラフのロゴを、まあ、一応出せると。 それなんで出せるかというと3次元の波面の分布を作っているから1本のビームの中に複数枚の情報を入れられるね。そうすると、ここでは音がしなくて、こっちでは音がして、こっちでは音がしないとか、そういう,ような分布を作るにはどうしたらいいかという計算ができるわけです。だからそれはまあ大したことじゃなくて、えーとまあ、要は、ね、スピーカーで始めるとしたら、1個1個違うタイミングでスピーカーが発音されると、 あとそんな風にさ加工された鏡みたいな液晶構造があった時にレーザーバコンと当ててやったらですよあの対象の強め合う点が出てきたりとかするわけですよでこんなようなものを使ってどうやって問題解くかってことをずーっとずーっとやってるとあのできるとで、まあ、そんなコンピューターシミュレーションずっとやってるので例えばじゃあ物浮かせてみようとかじゃあ物を浮かせた後空中にスクリーン作ってみようとかね まあそんなことをこうあの電光掲示板みたいにこうやって作ったりとかあの動かして、ベクターグラフィックス書いたりとかこういうのをやってます。なので、世の中のディスプレイのこういうい空中系があると大体僕の論文が引用されてるんですけどあんまりまだ空中ディスプレイに世の中行ってないのであと20年ぐらいはきっと出てくるまではかかるかなと思ってます。ただ、スピーカーとかめっちゃ早く世の中に出てくると思います。で、大体でさっきなんかプラズマで空中光らせてたんですけど、まあ、じゃあ,あの分布が作れるから物が浮くのは分かったと。 じゃあ、そしたら、じゃあ、直接光を出すにはどうしたらいいかというと、あの世の中、何もないように見えて、ここには空気がありますと、まあ、当たり前ですね、空気がないとみんな窒息します。だから人間が生きてる限り、絶対空気のある空間にいるはずなんです。なので、空気はね、多分なくならないと思うんですよ、あと100年ぐらいしても、人類は空気とともに暮らしてると思うんだけど、で空気とともに暮らしてる人類には、あのじゃあ、空気っていうのは光るかといったら光りますと、皆さん、雷見たことありますね、光ってますね。だけど、空間で雷見たことありませんね、光ってないですからね、電圧が低いからです。 でだけど強いレーザーがもしあったらそのレーザーの焦点っていうのはめっちゃ強い電波がかかってるだって光と電気って一緒だって高校の物理科なんかに習ったと思います光が出てくるっていうことは強力な電波が発生してるとじゃあこの電波をうまく強くしてやってここで空気が電離して光るぐらいに えと強度を上げてやったら、プラズマが起きますと。しかもそのプラズマは点でプラズマが起こるので、えー、とこの点を使って絵が描けるはずですと。描けるんですかあ、描けましたとあ。確かに触れるプラズマができた、嬉しいねってところをやってますと。でこの、ここの低エネルギーのプラズマってところがミソで、これね、レーザーむっちゃエネルギーたければプラズマ、それはできるんですよ。だけど、あの一瞬で焼けるのね、普通のレーザーだと。怖いじゃん、なんか、タンパク質燃えちゃうの。 ね、そんなのがぶんぶん振り回されてる環境で幸せに寝れるかって言ったらなんかけ傷を覚悟で生きるしかないってそんな環境にはしたくないですよねなんでうまく光ってるけどエネルギーが足りててかつ皮膚を焼かないラインっていうのが探せばあるんですよでそういうところをうまく見つけてきてですね、まあ、レーザー化してやってみるみたいなのが非常に面白いなと思ってるしあとそれを使って触覚ディスプレイ作って例えば目の見えない人に点字でこう出してやるみたいなのをどうやって空間に分布で作るかみたいなのが非常に興味がありますとで この時に興味あったのは2つで今、と今我々がやっているようなアプローチっていうのは例えば超音波を使ったレーザーを使ったりして空間に触覚を出してるんだけどそこ自体を解像度を複数使うと超音波って波長8ミリとかなんだけどレーザーだと100マイクロメートルの点で刺激できるんですよ。 その2つ組み合わせると例えば心臓の像があって心臓の硬いところは、えー、とプラズマで周りは超音波でっていうような表示の仕方で,できるんじゃないってやってみたりとかですねそういうような触覚の解像感の違いみたいなのもやってたりとかしますとでそうするとまあなんか複数そういうのいっぱいやってみたいから空気圧と例えば超音波でもっとマルチ解像度のやつをやってみれるかなってやってみたりとかこれうちの学生さんとやってたやつですけど例えば、えーとそうですね、この ここに蝶々がいて蝶々の葉っぱの羽の動きは空気なんだけどあの体は超音波で作ってみるとかですねあとこれはこの前俺がやってたやつですけどあの空中にプラズマで指で描いた通りにプラズマ天群が並んで絵が描けるようなやつがあったらいいなと思ってこの絵やったりとかしてますとで、まあ、そういうようなことができるとですねあの映像装置はフレームの枠から出てきてですね空間に直接描けるようになってで空間に直接描けるようになるとあの目と耳 使えななくてもなんか違ううことがでできるるようになったりとかすすわけですでそういうのね必要なのはコンピューターシミュレーションでどう問題を解くかってことなんだけどこれを使ってやっていくと、まあ、人間の例えば目,が目や耳や体にどう,う最適化して問題を解決するかっていうことができるようになるし今我々が、えー、と物,質と物質で捉えたものと映像で捉えたものしかない世界に、えー、と全然違うジャンルの3次元空間分布みたいなのを作れるようになるんじゃないかと思ってるわけです。で じゃあなんでこういうのが重要になってきたときに、1、えー、つ、えー、例えばなんだろうなブロックチェーンとか、えー、と非中央集権みたいなことが重要になってくるかっていうと、今みたいなことをやってると、例えば、ね、目に最適化するとか、手に最適化するとか、耳に最適化するということをやると、多量なパー,ソンデータがでパーソナルデータが出てきますと、つまり僕の耳の逆関数みたいなものができるわけですよ、分かる僕の耳との あと、逆に僕の体のスペックだとかいうことに対して最適化させるわけです。そうなってくると、このデータってどうやって扱ったらいいんだろうっていうのは一つ大きな課題ですと。で例えばさ、あの例えばじゃあ、あのオンテナをあ、あれ、オンテナっていう振動モーターなんだけど、音がついてる。じゃこれに対して最適化させるには、じゃ人によって聴覚の、えー、と聞こえる度合いが違うから、それを、えー、と最適化して合わせてやらないといけないけど、それって結構個人情報じゃないですか。 でそういうのはどうやってあの考えるのっていうのは1つ大きな課題ですと、まあ、こういうときにブロックチェーンとかはめっちゃ重要になってくるんだけどあともう1個大きなのは、えー、っと今みたいな課題ってあの分からない人と,とかあのできない問題がある人と研究者とかデザイナーが直接対話したりとかワークショップしたりしないと問題解決法が見えてこないんですよねで例えば老人ホームとかに行って現場の人と一緒にものを作らないと なんか考えたものを作って出してもね、た,たかたかおはよう日本止まりというかです、ね、あんまりなんかいいものにならないんですよで。それをコラボレーションしてものを作っていくとで。できれば本人がハックできることが重要で、つまり問題を抱えている当事者が、えー、プログラムをかけたりすることが大切で、そういうのをどうやって解こうかということが重要ですと。 えと一般的なプラットフォーム、あの例えば会社からものが販売されて隅々まで行き渡るやつの責任を取るのは誰かって言ったら、えー、とそのプラットフォームを持っている人が責任を取るんですよ、例えばソニーの製品がおかしくなったらソニーが責任を取るでしょ、でそれってどうやって世の中に出てくるかって例えば FDA とかガバメントの認可が必要なわけですよ、ね、え承認ができない医薬品とかはさ医療器具って出てこないじゃない、でもそういうの待ってるほど僕らには時間がないから。 じゃあ、例えばエンドユーザーが吐く可能なもので、かつ承認系はじゃあ、えー、とブロックチェーンでところをみたいなことで、それをユーザーコミュニティが支えるみたいなものを設計するには、そういうような技術論が必要ですと。例えば、<laughs> この前、議題の学生さんと、えー、とオンテナの、えー、富士通のオンテナのホンダさんと,、えー、とワークショップあったんだけど、例えばさ、 耳で聞こえないエリアの周波数の情報をカバーするのにプログラムを使って何とかって音がしたらこういう反応をするとかそういうようなプログラム言語をか実際に書ける方がいいんですよねつまり僕らが書いたものを提供するんじゃなくて本人がどうやって書けるかのほうが重要だからさそういうのをじゃあやっていくにはじゃあどういう音声シグナルにどういう最適化するのかとかそういうのって面白いじゃないでそういうのをずっとやってますでこういうのってやっぱ社会認知もすごく重要で 例えばじゃあ先週は耳で聞かない音楽会っていうのをやってたんですけどこれ何かというとこれは大塚の聴覚支援学校筑波大の付属にあるんですけどそこで例えば弦の動きが目で見えたりとかさあと,えっと振動で音感じられたりとかするようなコンサートって筑波大の学生さんにも手伝ってもらったりとかしてたんですけどそういうのをしてやっていくの面白いよねとでも例えばパーソナライズするにはデータ必要だよねとかでそういうようなコミュニティ作っていかないとなか難しいと。で まあなんでこんなことができるようになってきたかというとですねあの今までまあさっきメディア装置が映像のフレームに支配されていると言ってたんですけどまあ一つ大きなプラットフォーム例えば日本の局みたいなテレビ局みたいなものがあった時にある共通の光と共通の音っていうのをみんなが感じているような世界観が20世紀にありましたと。 で21世紀になったらそれはエンドユーザーにとってハッ,カブルハック可能な状態であるしかつオーディオビジュアルのダイバーシティを伴う例えば目が見える人耳が聞こえない人目が見えない人耳が聞こえる人人によって全然違うからそれによって例えば、えー、とグラスをつけたりとか。 思考性のあるスピーカーをつけたりとかデバイスをつけたりとか人によって全然違う解決策を使ってもコンピューターを使って回収できるようになってきただって1個のコンテンツ流さないでも最適化できるじゃない一人一人に違うプログラムが書いてあればでそういうようなことをできるっていうことを考えようっていうのがまあ重要でですねで我々が今力を入れてやってるのは、まあ、そういうようなことをじゃあどうやって現場で使うか今なんか現場の要請に従ってじゃあ例えば そうですね車椅子を連動させて動かすみたいなことをずっとやってるんですよで、車椅子を連動させて動かすこと自体は全然難しいタスクではない、昔からあるから、ただそれをタブレット1枚と全編周カメラ1発でどうやってやるかっていうのは、結構重要な課題で。 な何分コストがないと動かないからさでコストをなるべく安くしてかつそれを動かしていくためにどういう方式がいいのかあの,あの人あのリモコンで操作してるんだけど最初さ VR とかさディスプレイとか、まあ、いろんなことやってみたんだけどこれうちの橋爪君とい学生さんがやってたんだけどさなんか横に立ってリモコン操作するときとかのほうがちゃんと動くんだよね VR ゴーグルやってるときとかよりね。 でなんかそういうのをこう動作検証していって何が必要か探していくみたいなのはアプローチとして非常に面白しいし、まあ、こういうのやってみるとかあと逆に言うと今、うちのポスドクの学生さん,と学生さんじゃないないポスドクの研究員さんと今やってるのは、えー、とそういうような全点球で取った情報自体をどうブロックチェーンに乗っけてブロックチェーン設計して全員で共有できるようにするかとか決めればさ介護施設のセキュアな部分を保ちながらどうやって他人とその3次元情報を取れるかっていうのはすごく重要な課題だと思いますと。 でそういうのをやっていくためのプラットフォームってどうやって作るんだろうなみたいなのを設計したりとかするとでもそういうのをね一旦シェアすれば3次元空間のあれがあるとねそれをスラムに加わせたりするとあスラムって、えー、と手法で3次元空間を再構成する手法なんだけどそうすると空間の 3D マップみたいなのって作れるんだよねああいうデータとかがあればでそれのデータベースがオープンになってるっていうのはやっぱり結構重要でどうやってあの非中央集権データベースを作るかっていうのは一つ大きな課題だと思いますとでそんなことをやってるとで まあそういうような分野の課題って何かっていうと例えばえっとちっちゃいデータセットでどうやってマシンラーニングしていくのかとかですねどうやって個人に対応させて多様性に対応させるような機械学習するのかそれでその機械学習をえっとトレーニングするためのインターフェースでどうやって設計するのかっていうのを考えないといけないよねとあと逆にそれはテック面なんだけど社会面では えとそういうような多様なエリアとどうやってコラボレーションしていくのが必要なのかってこととあとそういうようなコミュニティってどうやって作れるんだろうかっていうなんかこの4つの課題があるわけですでそういうような課題を解いていかないといけないでこれって非常に難しくてなんで難しいっていうか,かっていうとですね例えば、えー、と問題がわからないとき問題が分かっているとき解決策が分からないとき分かっているときシンプルなときって6証限問題があったとき例えばさ、えーと 問題を解決しようって思った時、えー、とき、僕は問題がわからないとき、何をするかわからなくて、何をやっていいかわからないとき、発明って言われるんですけど、そういうの大学でやろうと、なんか指しにも棒にもかかんないかもしれないけど、やってみたいときとか、あと逆に言うと、問題はわからないけど、解決策はあるときっていうのをは、僕、大学でやってて、それをなんか、大学の研究室でやってますと。 逆に言うと何の問題を解かないといけないかが分かっていてかつ、ソリューションも分かってるときとソリューションが分かんないときがあってそれっていうのはまあ資金をどうやって供給するかということと例えば手法として例えば生産する方法を考えるっていう R&D なところをやるっていうようなアプローチなんだけどえ電球で例えると分かりやすくて電球が何もない状態でから電球作ったらさ電球何に使うか分かんねえじゃん。その後電球があって でなんか何にはめたらいいかわかんない人が懐中電灯を作りましたとかあの自転車につけてみましたみたいなのファインドはワーシープログラムってやつだ、ね、で逆に言うと電球はできたけど量産する方法が分かりませんってなったらじゃあそれは、えー、と量産するためのフィラメントを開発しないといけないとで逆に言うと電球あって量産する方法も分かってるんだけど売れないとコストが下がりませんって言ったら資金を投入するしかないからあそこでやるしかないとでこの4証言の中に身体の多様性障害問題っていうのはあるかって言ったらない。 つまり、えー、と身体多様性の問題って結構難しくてですな、ね、んでかというと問題は分からないんですよ解決策がシンプルすぎて耳が聞こえる人にとって耳が聞こえない人の問題をどう解決し,てしたら儲かるかってなかなか難しくないですか分かります例えばあと目の前にあるものをこう持ち上げるっていうタスクが腕がないとできないかもしれないんだけどでも腕が,ない腕がある人はすぐ解決できちゃうから腕がない人のほど分かんないんだよね。 で一人一人その障害が違うとか、一人一人その身体の多様さが違うってなったら、それ全然だって、なかなかお金にならないじゃない、市場にならないでしょで、それは非常に問題で、それをだから市場に突っ込むにはどうしたらいいかということを考えないといけないんだけど、でそれをまあ考えようっていうのが、まあ、一つ大きな重要なことでありますと、でなんか俺にはある種の秘策があって、ちなみにうちの子供が、後進後る率って障害があって、 あの生まれた時に唇と内上あごが割れてる障害なんだけど大体いいその後小学校入る前に手術したりとか言語療法をして、えー、と治していくるんだけどさでそれは面白いところはなんか生まれて数日で例えば歯科で型を取って、えー、と歯型を作ってでそれでミルクが飲めるようにしてその後今もう唇のところって治っちゃったんですけどあの手術して治してでその後今 言葉しゃべり始めたから言語療法士の人と言葉どうやって覚えさせんのってやってってその後矯正手術とかしながらやっていくとでも矯正自体は僕ちっちゃい頃歯の矯正やってたからよくわかるとで言語療法までわかんないから多分5歳ぐらいまで未知の連続だと思うんだけどでもねこのパターンが何であるかって言ったらよく生まれるからなんですよなんか人口の0.2%からえー何だなんか結構な数生まれてくるんですよねでそうなってくるとそんだけ生まれてくれば産業があるけどさだってねあの聴覚障害が 聴覚支援学校とかにいる学生さんの数ってめちゃくちゃ少ないんだよねこういうような事例に比べてはるかに少ない6分の1とか7分の1とかになっちゃうんだよねでそれってやっぱ数がないとやっぱ無理じゃないでしかももう一つ問題点があって例えばさあの従来 Google とか Apple とかがやってくれてるような汎用的な学習機を使って汎用的に学習させるデバイスにはあの身体が多様な人たちは対応できないんだよね スマホを使って入力しろって言われてもスマホが握れませんって言われるとなかなか難しいでそんなときにじゃあどうやって多様性を高いハードウェアを設計していくかっていうことが非常に重要な課題でございますとでそういったような2つのアプローチでは数がないから問題が解けないということと多様なものを作らないといけないでこ,れこうするとなんか,かなり厳しいじゃんだけどなんか秘策はあると思っていてそれは何かって言ったらあのどうやって問題とデータのセットをいろんな人に 渡せるるかっっててことを考えるってことなんだよねソフトウェアってさ限界費用ゼロじゃんあつまりソフトウェアってコピーするのにゼロ円じゃん、まあ、電気代はちょっとかかるかもしれないけどさだからソフトでとか情報のセットで問題を解決したときにその解決した問題のセットをどうやって産業につなげていくかっていうハードウェアじゃなくて情報側からのアプローチを解かないといけないんですよでそれを解くときっと問題が解決するよねと思っていてまあ実際やっていてでそうするための、えー、とネットワークを早くやっていくには えー、非中央集権のネットワークを使う必要があるから、まあ、そんなのやるのも面白いですよねっていうのを、まあ、ひたすらやっておりますと。で、えー、っと、そうだな、なんか、ああ、そうか、あと量子コンピューターの話ちょっとしようと思ったんだけど、なんか今我々、われわれがやってるリサーチっていうのは、アプリケーションドリブンのああ、なんてったらいいかな、そういうの。えーっと なんか応用例が決まってるときに特定の回路を使って早く解く方法っていうのを光回路でどうやって解くかっていう問題を解いています。なんでやってるかっていうとああやってさいっぱいコンピューターを使って最適化計算とかしていくと最適化するための計算リソースっていうのはものすごく必要なんだよ、ね、でそので最適化するための計算リソースをどうやって、えー、っと最小化するかっていうことは非常に興味があって。 でそれをじゃあ例えば、えー、とホログラフィックに解くにはどうしたらいいかとかそういう問題を解くにはどうしたらいいかっていうようなことをですねまあいろんな研究者がやってるんだけどそのうちの一部を私たちもまあやってるようなことをやってますとで,で言,う言うてどういうことなのとで今の問題点は何かって言ったらえっ、ー、と コンピューテーションのリソース計算機資源をどうやって人間のレベルの解像度で機械学習をやっていくかってすごく重要な課題ですとで僕らが描いている未来イメージは例えば今人間が問題を発見して問題を解決してで、えー、っと生産様式になってマーケットに出るっていうのが従来の手法だとしたならば我々は今、えー、っと問題を発見するところはユーザーがやるけどその後のソリューションを作るところはコンピューターがやるとその後のプロダクションプロセスも量産型じゃなくて、えーっと なんだマスカスタマイゼーションも,はもっとカスタマイゼーションされてるような 3D プリンターとかで出力されてるような多様なものが出てくるとそれがマーケットに出るっていう,うアプローチをするときにどこを自動化しないといけないかで真ん中のあのソリューションって書いてあるとこ自動化しないといけないんだけどあそこってあの解像度がめっちゃ重要なんだよね解像度高くないとなかなかできないものが多くてさで例えばうちのラボでこの前やってたやつで俺の中で結構お気に入りのやつはうちのなっちゃん なっちゃう女の子でそね男の子かがやってんだけど何やってるかっていうと,、えー、とデザインスケッチ、夜中の服ってさデザインスケッチをしてパターン作って服作った後ファッションショーするじゃんでファッションショーの画像ってウェブにいっぱいあるんで,でファッションショーを、えー、と D ギャンに突っ込んで出てきた えと画像生成しますと画像生成したのをパターンナーに投げ返すと服ができるっていうなんかこのアプローチなんだけどこれどういうことかっていうと服のデザインっていうのを人間じゃなくて機械にやらせるにはどうしたらいいかというのアプローチで解きますとでそうすると、幼児や本の服デザインできないかなと山本用事が死んだら俺はすごいショックだからの俺、山本用事っていう人の服が好きで俺、いつも着てるんだけどその服をまあ作るにはどうしたらいいかっていうのをデザイン画を起こすアプローチを作ってですねこれを実際発注してみたらあできたと。 服ができたから、これどれが山本洋二のデザインした服で、どれがイ、デ、え、ィープ洋二がデザインした服で、どれが偽他のブランドの服ですかってやってみると、確かにユーザーは僕らのディープ洋二が山本洋二っぽいって言って選ぶわけですよ。このなんか矛盾がすごいですよね。本人の作った服よりも洋二っぽいって言うんですけど、まあ、それはそうですと。なぜかというと、本人の手癖を集合させたようなイラストが出てくるんだから、それは本人が雑多に散らした。 あの要は自分の個性と何かをコラボレーションして作ったものより真髄っていうか一番癖っぽいものが出てくるのはまあそれはそうだろうなと思うんだけどでそういうのが出てくるとでこういうのをやるときにさなんかもっと解像度高く絵描きたいじゃないだけどこれ結構すごいかかるんだよスパコンぐらいあの綺麗にやるにはでそういうようなアプローチ取とるにはやっぱ計算リソース足りないからなんか解かないといけないよねっていうのが今の我々が抱えている課題の1つですとあと例えばさ あの身体に適応するような、これはうちの河村君んとこが研究してくれてたんだけどあの、身体にギブスのようにくっつけて、例えばさ、カメラをさスタビライズするとか、まあ、体、腕一本ないとなかなか大変じゃん、問題を、あのこうカメラとか合わせたりとか、でようなそういうの特定の目的に応じたギブスみたいなのを作っていくときに、じゃそういうのを最適化するための3次元データ出力、入力できるかっていったら、こういうのはやっぱ解像度高くないとうまくいかないので、これ難しいよねっていうようなことをやったりとかしていますと。 でまあ、そんなこんなんで人間に当てはめるためのじゃ例えば光や振動や音や構造やっていうのをひたすら解いていくってことをずっとやってるんだけどそれに対して計算機リソースってやっぱ必要だねってことが、まあ、すごく僕の中では重要なキーワードの一つですと。でででさでそういうような多様の社会っていうのをデザインしようとしたら、まあ、左はインドに行ったとインドの 写真で右が江戸時代の写真なんだけどそういうような確立、えー、一律な分布じゃなくて多様な社会をデザインするには絶対機械学習とか,とか最適化とかあと,、えー、と限界費用をゼロにするある,ある程度のソフトウェア化みたいなものが必要でだ一人一人にさ人間が一人一人対応してたら問題解けないじゃん。 だけど人間が一人一人対応するんじゃなくて機械が一個一個個別に対応してくれるようなソリューションにしていかないといけなくてそのために必要なハードウェアやデザインやソフトウェアっていうのをひたすら解いているような人間でございますとでおなんかみんな脳が疲れてきた顔をしてるからちょっと1分ぐらい休みますかね僕は喋るの早いよねみんな超うなずいてますね はい、なんかあの後でググろうって思ったことは後で家でググってくれればいいんですけど、まあ、楽しくやってますのでえ、まあ、要は今のパートで重要だったのはです、ね、さっきはホログラフィーというのは3次元の波動の分布であるっていうのを分かってくれればよかったんですけど問題があったらです、ね、テクノロジーで解決して限界費用をゼロにしながら非中央集権に問題を解くっていうのは非常に重要なことですとなんで非中央集権に問題を解くかっていうとです、ね、例えばイメージしてくれると分かると思うんだけど、えー、田舎に住んでますと田舎に住んでてじゃあ、拝殿網がありますと。 配電,網ね、配電網ってなんだ、えー、っと送電線とかの数、ああれねでじゃあ例えばさなんかとある山奥におじいちゃんが1人住んでるんだよ、でおじいちゃんちに電気を送るのに、えー、っと送電線がいるんですだけどおじいちゃん家で売れる電力より送電線を維持するコストの方が高いですとなったらまあ、とりあえずおじいちゃんに死んでもらうかって,って電線切れるわけにいかないじゃないですか、ねねいかなでですよ、ね、でもそういうものばっかになるんですよ、人口が減少すると。 でだからそしたら、あの枝切りをしていった先をどうやって非中央集権で回すかというのは、一つ重要な課題になるわけですよ。例えば、あそこで太陽光発電して、隣の家で余った電力を隣に売るための,あのセキュアな仕組み、それはブロックチェーンとかビットコインのマイニングのようにえと仮想通貨使ってなんとかやれないのみたいなことをまあ考えるわけですよね、こうやって頑張って。 そうすると、まあ、おじいちゃん家に電気を届けるのを東京電力で回さなくてもですね。現場で回すような方法が何かあるんじゃないかと思うわけです。まあ、これは当たり前の発想で、まあ、世界中の今、スマートエナジーとかスマート。 スマートメーターとかの人がマイニングとか仮想通貨とかブロックチェーンに興味があるのはじゃあどうやったらあの配電網っていうのを切断して逆に問題解いていくかってことを考えるっていうのはすごく重要で,でそうやった時どうしたらいいかって言ったら幹切ったらそこにベンチャーとかあと自由市場化して。 でそこでどうやってお金を落としていくかっいうことはすごく重要、投資していくかっいうことが必要で、そうしたときにあそこが回るエコシステムになるか考えるというのは非常に重要な課題だと思うわけですと。でそんなことをまあずっと考えていますで。後半、後半っていうか、あれ ?40 分だ。あと4分ぐらいで閉める。あ、OK。じゃあ、あとメディアアアートの話でものんびりしますか。じゃあ、えー、とそうですね。 今、ずっと俺テクノロジーと社会の話をしてたんだけどあと、俺はメディアアートをずっとやっててでっ、ねえー、と今、ちょうど表参道で個展やっていて、まあ、1年に1回ぐらい個展とか作品とかやってるんですけどなんか僕のテーマはどうやってこの,あの映像だったりビジュアルだったりした物質だったりするものを、えー、と日本の個展美の延長として捉えるかっていうのは1つ重要な課題でありますと例えば皆さん、有限って分かります有,有と言ですねよくなゃないですか有限性が豊かな能だねーとか言ってよくわかんないですよね。で であれがどういうものかっていうとかすかでおぼろげたものと確かで奥深いものって感じが2つセットになると、まあ、言葉に表せない感覚的な境地もしくは物さびた感情っていうものをどうやって表現できるかってことになるとで有限っていう言葉を Google 検索するとさ例えばなんかこんな風な滝の絵が出てきたりとかですよ例えばこんな風な松井冬子風の絵が松井冬子の絵なんですけど映画、まあ、出てきたりとかするわけですあ,あなるほど有限のビジュアルイメージは分かったとしかしながらこれは絵として有限を表現した場合でじゃあ例えばそれをさ あの映像装置で表現するとしたらどうだろうって考えてみると僕は U っていうものっていうのは、まあ、おぼろげなもの映像それ自体だとか例えばプロジェクションマッピングされてる人間がいたら身体自体は確かなものだけどそこに載ってる映像っていうのはかすかなものだと思うんだよねそのギャップで何か物のどう作れるかなと考えてみたりとか例えばわびさびって考えた時にわびさびってささび、まあの字ってあの寂しいの字を使うことが多いんだけど、まあ、今回ちょっと分かりやすく自然の前自然の前も使うらしいんだけどさ わびさびって考えたときにわびって何かって言ったらそやで不揃いな大敗ってことじゃないわかりますなんかそやで不揃いな大敗すげえな、すげえ。そやで不揃いな大敗でさび、うん、って周り繰り返して得た形質のことだと思うんですよ。つまり人為の大敗的な手入れと。具体例がないとわかりません。はい、わかりましたと。じゃあちょっと天井を見てみようと。ここの天井はわびてないな、綺麗だな割と。なんか例えばさ、モルタルとかさ、ああいうところのぼつぼつした感じとかさ。あとなんだ、えっ、ー、と、茶室とかにあるああいうようなやつとかさ。 あこれれとかんんじゃん金継ぎされた陶器とか割れてんだよぜ、ぜだって、詫びてんじゃん。とか、あと、なんだコ,コムデギャルソンのセーターとかね穴、穴開きセーターとか、最初から穴開いてんだぜ、これだって、詫びてるね。例えば、安藤忠雄の教会とかさ、なんかコンクリート打ちっぱなしで寒いぜ、めっちゃ。超詫び感あるじゃない、ね、で、錆びっていったらさ、例えばじゃあ、なんか苔蒸したこのなんか表皮とかさ、あと、この苔玉とか、ちょっとなんだか。 だ周り雑草生えてないのであそこだけ苔生えてるってことは誰かが手入れしながらあいつを苔生やしてるんでねこれも完全にわびさびですよね。探してくるとでつまり ソヤで不揃いだけど回り回って繰り返した形質っていうのがこうミックスになったものってまあ美しいよねとでそういうのを現代で探してみると、まあ、これはわびさびでしょうとこのポストは明らかに人為的に保存していなければこんなところにこんなポストあるわけないんですよねでまあ綺麗だねと,思ったりとか最近古典の床を、ね、全部この木毛セメントってやつにしたんですけどこれってセメントをさあの木で固めた木をセメントで固めたやつでなんか竹林の前にある芝垣とかとすごい見た目似てるなと思ってこれはわびさびだなとこの前旅に出た時に なんかあった朽ち果てたコンクリがあったんだけどこれはわびさびかと思ったんだから手前の雑草をむしらないとわびになんないわびさびにならないなと思ってちょっと手入れが足りないと思ったんだけど、まあ、このあったりとか借景ってあるじゃん例えばあの庭を完成される時に庭の上に見える風景とさあと例えば物を切り取った時の借景と、まあいろいろあるわけなんだけどだ風景とセットで対象物を完成させるっていう考え方があった時に例えばそういうのって日本人以外もやるんだよね例えばタレルのさ あの天窓が見える部屋だとかさ、あとこれ、ザ宰フ天満宮にあった鏡なんだけど、なんかあれは風景だよなと思ったりとか、あと高速道路走ってるときに、ああ、なるほど、面白い面白いタンクローリーの後ろに風景が映っている、これは借景であるとか思ったりするわけですよ、まあ、皆さん、思いませんね、はい、僕は思いますと。 えっとでもそういうような古典美っていうのは非常に今に接続されていて例えば三四水明って言ったら、えー、っと山は霞み水は澄み切っていることってことなんだけど例えばカプーアのさ作品とか見てるとああ空が映ってる綺麗だとか。 例えば温泉宿に行くとあ水面にわびが映ってるやりすぎって思ったりするわけですよね,こうね水面が緩やかに揺れていてこう映ってるとでそういうようなものをこう考えていったりとか例えばあと時事、まあ、ムゲって言葉とか僕好きなんですけど末端点と末端点にあらゆるものが包摂されてもとも点と点で物事が進むっていう考え方なんだけどさかなんかジ事無げで検索すると多分一番上に出てくる芸術作品は俳句とかで例えば古池や川津飛び込む水の音を松尾場所っていった時に これ何かっていうとオールドパウンドフロックスチャンピオンサウンドオブウォーター、英語訳すス何もわか,、ね、からない。とねわからないただ、この言葉を3つ入れると皆さんの脳内にはですよなんかカエルが水の中にちゃぽんと入ってなんか音がしたみたいな。 まあ、川ず飛び込む水の音っていうのが最初にあって、古い毛ってつけたっていう説が濃厚ですが、まあ、なんかそういうものがあるように感じるじゃないですか、人によっては違うビジュアルだけど、みんな大体こんなことを考えると、だからこれはまさに機械学習的なわけですよ、つまり少ない情報から多い情報を引っ張ってくるっていうことです、つまり少ない単語の文節からね。 じゃあ例えば俺の中の日本人の詫びの象徴といえば、ああ、ヨ児ジ本モトがいると、ヨ児ジ本モトってこういう人で、背中に使い捨て OK とか書いてあったりするんですけど、ああ、なるほどとか、ヨ児ジ本モトがここ30年、40年服作ってきたから、ヨ児ジ本モトが錆びればディープラーニングでヨ児ジ本モトができるようになると、ああ、俺はお白いと思ったりするわけなんですけど、まあ、そんなことばっかり考えてなんかやってます、結構面白いんですよね。で、借景とか風景っていうのは、一つ僕のライフワークの一つで,で、そうですね、例えばじゃあ、えっと、 なんだこれはあこれ六本木ヒルズにこのまま置いてたやつかなんか風景があってで風景をこうバオッて切り取ってるんですよなんだけど僕は波が波動が好きなのに波がとにかく見たいんですよでそれがわずかにこう振動してるとさ風景がさたわむじゃんこのふわんふわんってでこの感覚って美しいなと思って都市の中に波を作るって言って波を作ったりとかさあ例えば あのそういうような浮養する球体とかをこう作ってそうすると一個一個が全天球カメラた見てバコって映像が張り付いて見えてあこれは非常に気持ち悪,持ち持ち悪くない気持ちいいと思ってですねこういうような尺景的な彫刻とかを作ったりとかするのが、まあ、仕事でございますとこんなのよくやってますで,でなんかイルカの感じも面白いなと思って一番金作金作,作でもないのかこれいつだっけな えっとこの TDK の CM に CM に使いたいからアート作品を作ってくれってめちゃくちゃめちゃくちゃっていうかすごい僕の中では、えー、っとありがたいお題だったんですけどつまり好きなことやっていいんで、えー、っとそれで作品にしていいよって言われたんで,で僕がやりたいなと思ってたのはなんかアンディー・ウォーホルが CM 出てきた時のカラーバーって綺麗だなと思ったんだけどそれを風景に変換するにはどういうプロセスで解けるかなって思っててでこれあそこのねなんか プロジェクションがパコーンってはまってるところは、まあ、尺景的に映像が切り取られててでその映像っていう風景を変換する浮揚する彫刻みたいなものがあったらそれも美しいよなと思って、まあ、こんなん作ったりとかですねし、まあ、てたこともあるとこれはいつだこれ3月ぐらいの作品だから、まあ、割と最近ですね、まあ、こんなん作ってますとまあ、巻き入れたよねって言って、まあ、要は風景の変換活動ってね非常に面白い。 でそんなことをね、もろもろやってて、あ今ちょうど6月の20日までジャイルっていう表参道のシャネルのビルで展示してるんで、ぜひ見に行ってくださいと、なんかそんなことをずっとやってます。で、なんか久しぶりに茶室、茶室なんですよ、茶室作ったの。僕実家が実家家がっていうか えとじいちゃんが華道の先生なんだいや、ひじいちゃんか、ひじいちゃんが華道と茶道をやってた人なんですけど、そのおかげで、なんかね、家にあの茶室があって、昔、にじり口から入ってくるこう茶室の風景を現代風にするの面白いなと思って、こうなんかすごい有限性豊かな空間を最近作ってて楽しかったです。で、はい、なんか、これ、構造色をね、あの人工的に作ったモルホチョウが動いてんだけど、これとか、 多分見てたことない人が見たらのかあるってしか思わないんだけどあれ構造色で多分世界にあれしかないんだよねなかなかいいなと思っていてそんなイルカの声を聞く作品とか作ったりとかしてますで今回一番僕がまあお気に入りなのはあのモルフォシーナリってさっき出してた作品とついになるサバの作品作ったんですよねでサバってて面白くて サバってさ、なんか海を泳いでるときに上から食われないように背中が波の模様をしてて太陽,に太,陽の方太陽が上にあって下から食われないようにお腹が銀色してるんです、つまり擬態するためにさ波とさ太陽の形を写し取ってるのね、背中側とお腹側で。でそうなってくるとさあの、さっきフレネルレンズを通じて逆転してた太陽と風景っていうものがあったときに波とさ太陽って同じ構図になってるじゃん。わかる だって下から見たら太陽だし上から見たら波になりたい生き物がいてでその構図ってなんかネイチャーだなって思うわけですよつまり自然の中に風景画が映し取られてしまった特殊な行動だと思うんだけどだからなんかこの前神田川とか見てとと君はサバになりたいんだね神田川とか思うわけじゃないですか、ね、皆さんそう思うでしょでサバになりたい神田川はだいぶデジタルネイチャーだなと思うわけですよねだってその後さ遺伝子がさ交配するプロセスって完全にデジタルじゃん。 だって ACGT しかないわけだからねデジタルプロセスによってできてきた模様風景画ってすごくニューラルネットワークだなと思うわけでその気持ちよさってたまらんのよなーと思って作った「銀針の墨絵の絵画」みたいなものをやったりとかしてますと。 まあこれをいうところにデジタルなネイチャーが出てくるわけですけど、まあ、それはたまらんよねとやってます。でというわけで、えー、と最後は質疑にしたいので、えー、とまあデジタルネイチャー並びに人間と多様性アートあとホログラムの話をしてたわけですけども、まあ、そういうような,なんか末端点に現れてくるような自然それをどうやって えと計算機を使って実現していくかっていうのは非常に面白い旅路で、まあ、毎日楽しく生きてるんですけど、えー、と僕がモルホチョウのモチーフをよく使ってるのはですねあの昔、総集って人がいて総集って人なんですけどあの人が「Once Upon a Time」とかあ,これあれか違う英語だ、えー、と昔々総集が、えー、と夢を見てて夢の中でふらふらと,、えー、と蝶になって空を飛ぶ夢を見たんだけど すべてのなんだ、えー、と思って動く目的的な体は全部蝶々的だったんだけどそう思ってみれば、えー、と僕が蝶々なのか僕おじいさんの夢を見ている蝶々なのか蝶々の夢を見ているおじいさんなのか私は区別がつかなくなってきたけど言わんや何か違いはあるはずなんだみたいな詩がありますと。 あこれ誇張の夢って詩なんだけどこれでもすごい面白いのはこの何か違いがあるはずだってその次の行がね「t h e t r a n s i t i o n is called the Transformation of Material Things」ってこのいわゆる変化を物価と呼ぶっていきなりぶん投げてくるんですけど、まあ、そんなふうな対象物と対象物が末端点で変換されたりとか,なんか例えば、ね「カエル」って単語を入れたらカエル出てくるような変換形式が自然の中に内包されてるっていうのは非常に面白いことで,でそういうようなものを数学とかですね あの数式とかねあとコンピューターシミュレーションとかね機械学習とかあとホログラムとか波とか使いながらですね、まあ、なんかひたすらやっていくっていうのが面白いなと私は思っておりますと。でなんかそういうようなことをすると言語で一度決めたこと例えば数式書いたりとかさあの言葉で定義したものと対象物が現象として出てくるもの、えー、と例えば波の形とかさ動きとして出てくるようなものの間のなんかこう総合的な変換がものすごく速いスピードできてで今の時代ってそういう時代だと思うからなんか言葉で考えたらものが出てくるしものが考えが出てくるし 考えたら言葉が出てくるような話で,さで最終的には物から物が出てくると思うんだけどなんかそういうものを、ね、ずっと考えていくるの面白いと思うんですよ。で、えーっとまあ、最後まとめますとですね、えーっとまあ、近代以前というのは一つまじないな時代で,で近代科学が出てきて世の中を脱魔術化してですね世の中のことが大体分かるようになったんだけど、まあ、今って計算機が出てきたんで再魔術化していてもうなんか何が起こっているのかよくわからないとでよくわからないまでならよかったんだけどもはや自然物になってきてしまうとほらエンドトゥエンド AI 自然絵って書いてあるんだけど。 まあ、ほぼ自然とテクノロジーが区別つかないデジタルネイチャーになっていくと私は思っていてですねそのために必要なことやそれが人間を助けることや、まあ、助けようと思ってやってるわけじゃないんだけど人間にとってより自然な構成になるように頑張ってやっておりますとで、まあ、そういうことを考えるときに皆さんが1年生ですから僕からのおすすめはですねアートとデザインとエンジニアリングとサイエンスってまあ僕は4つ好きなことがあって。 でこのうち2つぐらいをしっかり極めてやるとです、ね、非常にいいと思います。つまり世の中、応用研究の人はです、ね、基礎研究をバカにするわけですよ。あいつらは金は稼がねえって。で基礎研究の人は応用研究をあいつら応用研究ばっかりで延ーしよう取れねえって,言ってバカにするわけですね、まあこのクソ。クソの投げ合いをツイッター上とかでずっとしてるわけですよ。で本当、なんか非生産的だなって思うんだけど。 でもアートとサイエンスエンジニアやデザインみたいなのがあったときに2つやってるとですねよくわかるんですよね。ああ、なるほどねみたいなそれは文化的に崇高な試みだから殺してはいけないようなことがあったりとか逆に言うとそれは応用しないと価値が見いだせないものだからやらないといけないとか。 逆に自分がどのフェーズで何をやっているのか人間の文化的活動の中でどのポジションを取っているのかということはしっかり考えながらやっていってそれであわよくばそれでちゃんとコストを稼いでちゃんとお金を取ってでそれでいてそれが文化的な試みになるように再投資してみたいなことをですねしっかり繰り返していかないと、まあ、世の中も、いいものというのはできていかないですからそういうのを考えていきましょうというわけで、えー、っとちょっと長くなりましたが落合でした。ありがとうございます